こんにちは、ハイジです。というわけで、もしもこの動画が公開されて皆さんがこれを見ているということは、今日あげる動画が本当に何もないという状況だと思われます。本来今日あげる動画があったのに、上の方からもうちょっとそれを後回しにしてくれないかって言われてしまったとか、単純に風邪ひいたとか、何かしらの事情があってマジで出す動画が何もないっていう時のために、とりあえずカメラを回しておこうというスタンスで今撮ってます。プロ野球が雨で中止になって野球中継ができなくなっちゃった時のために、とりあえず撮っとく特番みたいな。今日はですね、夜から仕事だったんですよ。普段仲良くしている先輩と一緒だったんですけども、その先輩と一緒になる時は大抵ね、終わった後ご飯に行くんですよ。だから今日は奥さんに、多分ご飯食べてくるからご飯いらないよって言って家を出て行ったんですね。ところが仕事が終わったら、その先輩がまた別の仕事があったらしく、すぐ出てっちゃったんですよ。あれ、俺家に帰ってもご飯ないし、今もご飯食べに行けないし、どうなっちゃうんだろうねっていうことになって、まあ本当に普通の選択として帰りにスーパーで弁当を買ってきました。駅前にありますピアゴというスーパーにありました。こちら、ででーん、イカフライ弁当2割引。生活の匂いがプンプン漂ってるでしょ。そもそも399円という400円を切るお値段で提供されているにもかかわらず、なんとこれがさらに2割引。ハンバーガーとかだって600円700円するやつがあるじゃん。これはイカフライ弁当と言いながら、実はいろんな具材が入っていて320円。レンジでチンする間に小話をしよう。イカフライで思い出すのが、僕子供の頃にお父さんと飼ってた犬と一緒に山登りに行ったんですよ。で、まあみんなで仲良く山登りして、で、まあみんなで仲良く、で、まあみんなで仲良く山登りして、で、まあみんなで仲良く山登りして、で、まあみんなで仲良くな、で、まあみんなで仲良く山登りして、では早速開けていきましょう。バカ、まあこれやる前から、まあ中身ほとんど見えてんだけどね。内訳としましては、多分この真ん中に通ってる天の川的なのがイカフライでしょうね。卵焼きはまだわかるよ。揚げたちくわとかコロッケ、イカフライの下に敷き詰められた海苔、そしてこちらのマヨネーズもついてましたので、コロン、うまそうなのではないでしょうか。結構一切れでかいです。いただきます。うん、美味しいですね。はい、コロッケも行きましょう。あー、たまんない美味しいねスーパーのこういうお弁当って一個も裏切んないよね。思った通りの味を提供してくれるという良さがあっていいよね。もうイカフライ、あ、こういう味なんだろうなって思って食べたらそのまんまだし、コロッケもそのまんまだし、これなんかさ、ちくわを揚げてるやつでしょ、絶対あのうまさじゃんっていう。ほら、思った通りの美味しさ、もう一個も裏切ってこない。いや、こんな美味しいお弁当がこんなに安く食べれるなんて、もう幸せな気分になっちゃうよね。うん、幸せな気分といえば、今日僕ね、本当にこれいいなって思ったニュースがありまして、タカアンドトシさんとサンドイッチマンさんが今度ね、どっかの局で番組を始めるそうなんですよ。聞きにくいことを聞きに行くっていうテーマの番組らしくて、ロケ番組で、あの街にあるさ、もう誰も入ってこないような電気屋さんとか、そういうお店に行って、なんで続けてるんですかとかいうのをインタビューしに行くと。で、聞いてきたロケの VTR の中で面白かったものをオンエアしていくみたいな、そういう番組だったような気がするんですけど、それの発表の記者会見があったらしくて、そこでタカトシのタカさんがいいコメントしてて、いや、僕はお笑いを始めたのは、そもそも人に幸せな気分になってもらいたいからやってるんです。だからそもそも聞きにくいことを聞くっていう、聞かれた方が不幸せになるような、ことをして、あの笑いを取ったり見てる人を楽しませるっていうのは違うと思うから、この番組はすごく面白くできるかどうかが不安なんですっていう話をしてたんですよ。多分制作者側からしたら、そんなネガティブな発言してほしくないはずじゃん、絶対。なのにそこでそれを言うっていうのが、僕ちょっと感動しちゃって、僕もそれは大いに共感してて、 YouTube とかもね、楽しい気分になってもらおうと思って、自分も楽しめるような動画をいっぱい出していこうっていう風な感じでやってます。あ、ちょっと脱線しすぎてる。ちょっといつもならさ、山盛りのイカフライ食べてみたとかそういうことやってるから、あのこういう話をする時間がないわけよ。普通に弁当食ってるだけの動画になるとこういうことになってくるからね。じゃあもうね、この卵が最後ね、思った通りの味なのかどうかっていうのだけ、あのちゃんとチェックして終わるしかもうやることないです。いや、でもさすがに、さすがにこのイカフライとコロッケとちくわ、
全部思った通りの味だったから、1個くらい思ったのと違う味のものをぶっこんできてんじゃないかなと思うんだよ。多分すげえ辛いやつとかさ、めちゃくちゃ甘いやつとか、ちょっと違った感じのもう作ってる人が、ここは俺個性出してきたよっていうのをぶっこんできてんじゃないかなって思います。ちょっと食べてみましょう。一緒。だから今みたいな本当にベタなボケとかもみんなに幸せになってもらおうと思ってやってることだから叩かないでね。ゲーム実況チャンネルも最近本格的に復活しましたので、もしよかったらチェックしてみてください。お願いします。